うるさい耳が気になった。どうもまちゃんでーす。おはようございます。今日ね、このニッチのカウンターね、ニッチじゃないですよ。ニッチちゃう、お笑い芸人ニッチ。ニッチニッチ、何玄関前にこうね、壁くり抜いて下にしてたところにこれをカウンターで乗せようかなみたいな。前が一応こういうね、皮付き、これをちょっと削って綺麗に使えるようにしようかなみたいな。これでぐらいな。形はこのまま残して、ちょっといびつな形のままでいこうかな。これどうしようかな、もうちょっと取ってもらおうかな。もう一個粗いやつあったっけ、100ぐらいのやつ。100か120、いっぱい切ら。ゆうまちうるさい、うるさい、近くてうるさい耳が気になった。120、あ、120いっぱいある。この辛さが違う。あ、分からんな、これ。分かんないですね。80でいいんですか。80で一回粗で削るわ。取り付け取っていきます。じゃあ取ってください。取ってください。さらけ出してください。完成。おしゃれじゃない。ちょっとこのボコボコ感いいんじゃないでしょう。いいです。これも世界に1個ずつ、1個しかないからね。1個ずつしかない。じゃあセッティングの儀式。セッティング儀式、はい、はい。ティーンティーンなんでその歌なんやろな。表彰してる。表彰してる。でも絶対3人とも同じ歌してる。これでおお、もうちゃんと囲まれてるわ。そらそらそうだ、大工さんですよ。おおうお、ぴったんこ。気持ちよろすぎぐらいぴったんこや。クロス貼らんですけど、またイメージあるよ。でも玄関好きからね。ここにちょっと花瓶かなんかこう置いて、なんか家とこ置いて、家ちゃう。写真や。いえそれはびっくりするやろ。玄関入って正面に結婚式の写真とかね。後ろ買えやろ。え、置く、置かない。はい、そんな感じでちょっと固定だけ。はい、あ、下からか。もうボンドでびっちょりじゃないですか。そう、完成しました。どうぞ。美顔器完成です。いや、やば、
ちょっとお花がね、ちょっとやばいんですわ。クロスはどうなんですかね。クロスは今回白でいきます。全部白ですか。全部白でいきます。アクセントとかいらないですか。結構迷うんよな、これ。この面だけアクセント入れるみたいな。お、他全部白でここだけアクセントみたいなのもありかなって思ってんけど、花瓶置いたりとかさ、なんかした時って白真っ白でそっちを目立たした方がいいんかなみたいな意見もあり、うん、どうですか、たまちゃん的には。もうその通りです。その通りその通りか。店舗とかやったら俺多分ここ絶対変えてる。ここ住居ですからね。住居ですからね、うん、店舗ですからね。2回も言わんで3回目やった。あとはクロスあって板張って、まあまあ仕上げかなっていう。まあイメージ白あんな感じ。あんな感じですね。身長足りてない。身長足りてないよ。ちょうどちょうどギリ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 や。髪の毛擦れてるけど。民家あるやろ、ね。はい、ジュンペイです。ジュンペイです。急に何。じゃあこのカウンターを見てもらいながら、いいなと思った人は、あ、ちなみにこういうオリジナルで作るんで、作ってほしい人はぜひメールしてください。はい、はい、この動画を見ていいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあまた次の動画で、はい、よっしゃ。